どうもこんにちは、特化軍です。本日は、はい、こちら、はい、自衛隊89式小銃でございます。はい、はい、エアガンですよ。エアガンですかね。はい、エアガンですか。いや、エアガンだよ。エアガンですか、ですかね、じゃないよ。結構しっかりできてて、そうそう、あの本物に忠実に。本物じゃないの、これ。本物じゃないよ。いや、ちょっと待ってくださいよ。薬莢でもあんな探すのに、これとんでもないことあるよ。インズガイ。インズガイです。インズガイわかるかい。インズガイ。これあったら大変な、もう事件よ、もう新聞よ。そうです、これ本物なんですよ、ほぼ。見た目は本物なんですよ。重さはちょっとね、本物より軽い。ちょっと軽いですね。本物はね、3.4 とかね。うわー、ここ、ね、はい、安全装置の「あ」、電車の「れ」、単発の「た」、はい、3連ですね。で、マガジン、弾倉ですね、うん。これさ、64式とここ違うのはさ、うん、あれだね、当たれだったのにさ、うん、こう、順番がこう、真ん中が「あ」になってるんですよ、うん。ちょっとこれだけは、うん、あの、なんていうか、やりづらいよっていう声が多い。これね、あの分解とかが非常に簡単になったって言われてますよ。そういえばね、なんか分解と結合何分ですかってあったけども、うん、僕らの時ですよ、僕らの時は分解3分、うん、結合5分だったと思います、うん、はい。まあ、それよりは早くできるよっていうことですかね。そうそうそう。で、目、はい、ね、軽くなって性能も上がってる、ハイポーとかね、うん、ちょっとほら、ちょっとこうスコープつけられるレールとかもね、はい、こうついてるんですよね。すごいですね、美しいですね。そうですね、おお、自衛隊っぽい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 。まあ、いただいたんですよね、これね、うん、そうなんです。こちらね、ご好意によってですね、あの YouTube ご覧になってるお客様から、うん、寄贈していただきました。ありがとうございます。これね、でも、うん、なんていうんですか、外に出したらダメなんですよね。部屋の中っていう、やっぱり混乱を招かないために、うん、そうですね、この格好で、これを外で構えたりしてると、はい、本当に通報されるのって、なんなら佐藤さん今これギターケースに入れて持ち運んでるじゃないですか。いや、でもしょうがないですよ、あれね、しょうがないです。普通にギターケースからこの服装で、はい、いや一緒ってこれ出したらもう絶対ダメですからね。本当にこれはだから公園で出しちゃダメ、外で出しちゃダメ。じゃあどこなのって言ったらね、吉本の本社とかね、とか、あるいはそのサバゲーの会場とか、まあ、じゃないとちょっと出せないんです。そうなんですよ。ですのでね、これね、まあ、しっかりしたね、射撃とか射撃姿勢をね、まあ今度ご紹介したいなと思います。そうだね、はい、いや、いいですね。いや、そうだよな。なんだよ、公園でいねえもんな。いいですね、はい。ということで、どうしても紹介したかったんで、はい、はい、ご寄贈、はい、ありがとうございます。